複数用中ガナビラ那覇市長の城間美希子です。平成の時代が幕を閉じ令和がスタートしました。昭和から平成、そして令和にかけて時代の移り変わりとともに多くの人々に愛されてきた第一牧師公設市場が施設の老朽化による建て替えのため6月16日で現市場での営業を終了し、一時的に近隣のにぎわい広場へ移転することとなりました。本市では7月に移転オープンする仮設市場や3年後にオープンする新市場が、店主とお客様が気さくに触れ合えて皆様がますます愛着を感じる市場となるよう整備を進めています。ぜひ移転後の市場へもお越しいただき、新しい那覇の町場をお楽しみください。町場会メンソリオユタサルベトゥウニゲサビラ。